が正面か。さらにあっちにも道がある。急いで行きたいと思います。和室だったんでしょうか、トラック。ああ、コウモリが巣作ってんね。ちょっと暗いからお分かりいただけないかもしれないが、コウモリがね、巣を作ってるんですよ。匂うな、本当に。さらに上がある。コウモリが巣作ってんね。ちょっと暗いからお分かりいただけないかもしれないが、コウモリがね、巣を作ってるんですよ。匂うな、本当に。ちょっと暗いからお分かりいただけないかもしれないが、コウモリがね、巣を作ってるんですよ。ちょっと暗いからお分かりいただけないかもしれないが、コウモリがね、巣を作ってるんですよ。次はこちらのエリア進んでいきますか。またここ暗いんだよな、本当に。食堂か。うわ。今までにない気を感じるな、ここは。そしてキッチン。
これ戸が邪魔していけないようになってるな。これがキッチンか。あと行ってない場所は？この2階か。こんな人が少ない、誰も住んでないような場所で、なんでこんなドライブインが経営してたんだろう。本当に不思議だ。あ、すごい広いぞここは。あ、大宴会場だ。隣にも部屋があるんだな。ここがエントランスになっているのか。結構やっぱり大きいよねこのドライブイン。もうこの奥は行かざるを得ないだろう。渡り廊下になってんだな。ここよく俺こんなとこ入れるね。ほんと、うわっ、びっくりした。鳥か。下に繋がってるようになってる。どこに続くんだこれは。いけないのか。207号室。ダメだ、開かない。すごいな、こっから見る景色も。またいや、こういう風に何部屋かやっぱり部屋があって、うん、シャワーか。え、シャワーヘッドだけ取れてる。こういう風に何部屋かやっぱり部屋があって、やっぱりこう宿泊もできるような感じになってたんだろうね。208号室。もはやボロボロだな。なんでこう毎回毎回シャワーヘッドが取れてるんだこれ。しかも床も抜けそうだし怖っ。
部屋の状態はどこも一緒ですね。多分一緒でしょう。そして一番奥の部屋か。ここが212号室。では戻りましょう。消防用ホースも取れてるね。廊下が長くてなんか怖いんだよな。この下に行ってみましょうか。ああ、行き止まりか。本当に行き止まりなのか。謎の場所に着いたぞ。キッチンの裏側に来た。キッチンの裏側に来た。戻ろう。なんかめぼしい発見は特にないな、今回も。特にめぼしいものはないな。タカチャドキュメントシリーズ史上最大規模の廃墟探索になったな。冷や汗がすごいんだよな。ここはまだ行ってないぞ。物置か。ただの物置か。近くに川か谷があるのか分からなくて、すごい音がするな。よし、本館の方はクリアしました。では別館の方にも行ってみたいと思います。こちらが別館ですね。しかしここは入れるのかどうか。入り口らしきものが
見当たらないんだが、どっから入るんだ。ああ、てか雨降ってきたな。うん、どっから入るんだろうな。ダメだ、わからん。ちょっと雨が降ってきたんで、一旦戻りたいと思います。ちょっとここで今回は中断というか、ここで一旦終わりたいと思います。ではまた取材班ドキュメンタリーシリーズご覧いただければと思います。はい、一旦車まで戻ってきたんですけれども、やっぱり雨がですね、止む気配がなかなかないですね。本当は別館の方もしっかりと回ってみたかったんですけど、ちょっと機材が壊れてしまうといけないんで、一旦退却をしてきました。こちらのハイドライブインいかがだったでしょうか。いや、想像以上に大きかったですね。うん、ただまあ取材班ドキュメンタリーシリーズ以上最大の探索にはなったんじゃないかと思います。ここ以外にもですね、まだまだ探索しなければならない廃墟はですね、東海地方にはいろんなところがありますので、これからも取材班として活動を続けていきたいと思います。ではまた次回の廃墟探索でお会いしましょう。タカチャでした。いやー、まだ廃墟の方に到着してないんですけど、ちょっと小腹が空いたんで、とあるですね、道の駅の方に寄りまして、ちょっと今おやつを買ってきたんですけど、今日は廃墟探索に行く前にこのおやつを食べていきたいと思います。で、何買ったかっていうと、今日はね、この手作りドーナツっていうのが売ってたんで、これを買ったんですけど、これなんかね、すごく美味しそうだったんで、1個100円 で、ちなみにここの道の駅、わらっていう道の駅なんですけど、ここに売ってる、まあ、手作りドーナツですね。ちょっとこれ食べてみたいと思います。これ甘すぎず、なんでしょう、あっさりしていて、で全然甘すぎず、ドーナツの味というのかな、なんていうのかな、なんかすごくあっさりしていて、でかつサクサクしていて食感がすごくいいですね。でこれだけで多分いくつでも食べれそうな感じですね。某チェーン店のドーナツ店のドーナツよりも多分自分こっちの方が好きかもしれないですね。なんかすごくあっさりしていて、しかもサクサクして、うん、いやー、これうまいな、本当にうまいな、これいくつでも食べれるな。皆さんもね、手作りドーナツ食べたければ、わらという道の駅探してきていただいて、1日20個ぐらいしか作ってないのかな。うん。今日2個買っちゃったけど、1個100円なんで、ぜひ食べに来てもらえればと思います。